わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学工学部建築学科の太陽光パネルに関する研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学工学部建築学科、村田康隆先生の研究室じゃ。どんな研究をしておるのかな？太陽光発電パネル の日射遮蔽効果という、ちょっと難しい言葉かもしれないんですけど、太陽光発電パネルをこう屋根にの上に乗っけますよね。でそうするとその下が日陰になるわけですよね。で日陰になるんで、その屋根から今度部屋に入ってくる熱、太陽の熱が減るかなということで、その効果をですね、きっちり把握したいということで研究をやってます。太陽光発電自体が太陽の状況によってですね、いろいろ発電量変わってきますんで、その遮る効果っていうのも変わってきます。なので、いろんな気象条件の下でですね、実際に測りながら、でその結果をまとめてこう簡単にできればこうシミュレーションしたいなということでやってるんですね。一般的には太陽光発電って発電量ばっかり気にしがちなんですけど、そういうことでいろいろ普及は進んできてはいるんですけど、それだけだとですね、どうももう一歩これからさらに普及させたいという時にはプラスアルファのこうメリットみたいなもの、そういうものが必要かなということで、ね、建物のだから環境を良くするツールの一つですよという形での普及をしていきたいなと思って研究やっております。この研究にはどんな特徴があるんじゃ？この特徴はですね、まずはですね、できるだけ簡単に評価できるようにしたいということがありますんで、一般的に得られる情報、例えば太陽光発電だと、太陽光発電パネル の発電効率ですとか、それから一般的な発電量がどのぐらいかとか、そういう話と、それとちょっとですね、一般的な我々持ってる熱の数字がいろいろあるんですけど、熱物性値を表す指標、そういったものを使って、でこういう建物に太陽光発電のパネルを置くと、こういうことが起きるよっていうようなことを定量的に評価するという、簡単にやりたいというのがですね、一般の普及には大事だと思ってますんで、その簡単にできるというところをですね、注目して、実際にはですよ、いろんなことが起こるんですよ。設置の仕方が違ったり、それから気象条件が違ったりということで全然違う結果が出るんですけど、そこをですね、できるだけこう簡易に評価できるようなまとめ方をしていきたいというところが一番の特徴かなと思ってます。それとずっと実験やっててですね、思うのは、一般的にこう屋根の上にこうただ板を置くだけみたいなシミュレーションをやるとですね、どうしても現実にも合わないし、結果としては簡単に計算はできるんですけど、現実にも合わないという部分がありますんで、その合わない部分っていうのがどういうことが影響しているのかなというのを今考えてて、で多分その一つはですね、その発電すると電気が流れるんで熱が発生するんですよね。その熱の影響ってそこそこあるので、その影響までですね、加味した形で建物への影響というのを考えていきたいというのが一番の特徴だと思います。将来的にはこの研究がどのように生かされていくのかの？やっぱりですね、地球温暖化がどんどんこう進んできてますんで、温室効果ガス削減ってすごく大事なことだと思うんですね。でその一つ、一番有力なものって言えばいいんですかね、やりやすいものとして太陽光発電あると思うんで、これができるだけ多くの人にですね、普及していってくれたらいいなと思ってて、でそのためにプラスアルファ、建物の中の快適性みたいなことを考えながら設置すると、こんなメリットがありますよっていうのを伝えながらですね、やっていくと、将来的にはですね、なんていうのかな、建物に太陽光発電、十分な容量の太陽光発電を乗っけると、もうそれだけでその建物がですね、電気的に自立したような、ということになってくれないかなと思ってます。崇城大学工学部建築学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。